ドラムの岡崎です。 DJ のペです。よろしくお願いします。こんなわけで始まりましたけども、はい、どうですか、結成にあたってなんか思い出を振り返るということですけど、どうでした？そうですね、もっと張ろうか、ね、声今渋谷いきなり渋谷から、ね、今回プロモーションビデオもそうですし、はいはい、それとあとはまあ、拠点が今までその当時活動してた時期も、うん、まあ、渋谷が多かったですよ ね。家も渋谷寄りだったんで、まあ、渋谷が ね、あれだったけど、結成にあたってですけどまあなんとなくもうご存知の通り、ミオケンが別でやってるユニットがありまして、それで会う機会が増えたんですね。それでなんとなくもう会うとそれとなく打ち上げとかで話があってね、やりたいねみたいな感じがありましたけど、そうです、うん、まあ、ミオさんのもう一つのやってるバンドのサポートを二人がやってましたので、うん、はい、その中でちょいちょい出てきたんですよね、そういう話がね。で、まあ話してるうちに、まあ、酔った勢いで、ね、小一郎に電話したりとかしてたからね。そうですね、うん、でもまあ半分、まあ、半信半疑というか感じで始まったんですけど、なんだろうね、いよいよ始まるよってなったのはどういうタイミングだったのかな。そう、あれは何だったの。まあ昔の曲をなんかリアレンジしてなんか聴かせてくれたのがきっかけじゃなかった？いやいや、そうじゃないよ。全然違う。やっぱりそのミオケンよく話してますけど、いろんな周りの方やっぱりこう亡くなったようなお話があって、それでまあふと自分ね、過去振り返った時に自分たちはその今生かされてるうちに何かやれることないかなっていうところから始まったと思うんですけど、そこでまあ MAG もう一回やってもいいかなっていう話になりまして、それが一昨年ぐらいかね、来て、やそれでまあ見受けられなくて、じゃあちょっとメンバーね、どういう状況がわからないんだってみようみたいな感じになって会って、で、まあ、その時はフェイジャーいなかったんだけど、でまあ会ってしたら、まあ、ボーカルの小一郎はその最初はね、全然歌ってないからとか言ってたんだけど、実際会っていい感触だったんで、そのまま勢いでもうちょっと昔の曲リメイクしてみようかみたいな感じでやって、高一郎が歌当てたらなんか予想以上にかっこよくって、でもういやもうこのままやっちゃおうって感じで始まったのが始まりかな、ね、本当に違った。そうなんだ。私がいない時で動いてたんだ。一応声かけたけど、なんかとりあえずふとは軽くタイミングが妙見通りのタイミングがあったんで行っちゃったって感じかな。置いてけぼりしたいけないよ。はい、それで新宿だ。新宿でね、うん、例の1月21日って謎のMAGのホームページに立ち上がって、ええ、でその3日前ぐらいに、ええ、新宿で集合したんで、ミオケンと俺とペイちゃん横丁行ったって、ね、横丁行って突然すぎるな、ええ、ペイちゃんまた相変わらずだね。そうで、まあ、その時に、どういう話したか覚えてる？だね、もう横丁行った時って言ったらもう本当にもう昔の思い出話、うん、まあ、それでもう終わるんだろうなっていうイメージだったんだけどね。いやそれはもっと前じゃん、だって3日前だよ、発表する3日前だよ。それで一言じゃない感じ。そうざ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 、ね、
そう、そんな感じで集まったんだけど、俺もあんま覚えてねえんだけど、何話した、うん、発表するよっつって、もうなんかそういう発表するかなって話してもうグズグズもうこの2人来るともうこんなになっちゃうんですけど、もう許してくださいね、もうあのそうノリノリでやってますけど、あの時はだからもう発表するから結構腹決まってたんだよ、うん、で今度どうすかなっつって、で曲、新曲作る、それとも昔の曲、それよりもライブだよねっつって、うん、ね、そうですね、うん、でライブどうするかとか話をして、いろいろ作戦会議をしたんだよ。でも作戦会議してるうちにヘペレケになって、思い出話で終わっちゃったなっつう話なんじゃないかな。そうです確かスキッパラでね、スキッパラ、そこの思い出やろ。そうそうそう、話したじゃなくて自分の状況の何か入れないとっていうことで、最後にラーメンで締めたっていう、それしか覚えてない。そうそう、いやいや、ドゥワンワンですよ。一回切ります。間1ミリもないんだけど、間がはい。で、あの、のんべ横丁の、のんべ横丁だって、のんべ横丁の、あの、中華屋さんに行ったんだよ。中華屋、はー、行った行ったね。後ろ通れないぐらいの、ね、そうそう、狭いところのカウンターで3人で、チューハイかなんか飲みながら話したんだよ、うん、その時覚えてる。本当？そう、覚えてる。覚えてる？覚えてる。何？それで2軒目から、もう2軒目から全然覚えてねえじゃねえかよ。1軒目でなんかもうすきっぱらで飲んだらしくて、急にふわーってなっちゃった。そうそうそう、コップ、1杯目のコップが来た瞬間に、うん、なんかね、クラクラクラ来た瞬間って飲んでねえじゃん。飲んで置いた瞬間に的なやつでしょ。そう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 、じゃなくて、もう帰りますってなっちゃった。帰りますってなって、でもラーメンまで食ってんやん。そうそう、それで帰っちゃったけど、そのままラーメン屋直行して、いやいや、まだそこ早い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 まだ飲んで、はい、でね、どうしようか、ウエイジどうしようかってなって、ミオケンがいろんなプランを話してくれたじゃん、うん、そうそうそう、でも覚えてないもんね。覚えてる。本当本当にじゃあちょっとそれ話してくれるじゃあ話してくれる俺に何の曲がいいかって話になって、ああ、まあ、それぞれあげてくれって話して、ああそうだね、そうそうそう、覚えてるじゃん。覚えてる。でなんか10曲ぐらいあげようかって、そうそうそう、あげようって。あとはそのまあこの後に、うん、ベストバンドスなんで、うん、で新曲、うん、新曲も入ってできたらいいねって話をしたんですよね。したんだね、したんだね。本当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 で1軒目終わってで、うわーってなっちゃったんでしょ。2軒目が焼き鳥屋。焼き鳥屋、うん、覚えてる。覚えてるちょ、もうちょっと待って。覚えてるけど、うん、ちょっと記憶が飛んでますね。なんで覚えてねえんじゃねえかな全然だよ。まあ2軒目行って、うん、そんでまあ串焼き焼き鳥食って、うん、その時にそのじゃあライブのどうしようかって言って、で確かペイちゃんの今の DJ 周りの話とか確かしたの、うん、前はほらアナログのレコードをキュッキュやってたけど、今はもうちょっとデジタル化したわけでしょ、うん、そうですね、ね、ペイちゃんの機材周りとかのそのユークラックでやってるスタイルっていうのを延長で行こうとかっていう話しなかったっけ、うん、した本当した。これ飲んでもうまた食らってきちゃったんじゃないのスキッパラ、ええ、大丈夫です。そうですね、うん、飲んで、はい、飲んでます、うん、で、飲んでじゃねえや、話して、うん、で、どうしたんだっけ、それでグズグズということで、はい、進めて、はい、はい、はい、じゃなくてさっきちょっと餃子食べてきてる。あ、そうなの、臭いの、臭いのね餃子食べちゃったんね。1月21日にライブが決まってて、で、それ発表するよ、うん、ただ、発表よりもまず何も明かさずに20210121だけを告知して、
で、あとは俺らの会場ね、抑えたけど、とりあえずこれでどうしていこうかっていう風な感じだったんだね。そんで、その後まあ、いわゆる皆さんご存知の通りコロナが始まり、で、だんだんこう雲行きが怪しくなってきて、どうしようか、でも俺たちはもの作りたいとか、M-EG のメンバーで何か やろうっていう話になってたんだよ ね、 そうですね。まだ CG とか出すとか、うん、そういうのはまだ決まってなくて、うん、とりあえずお披露目、うん、ライブをやりたいね、うん、お披露目したいねって話だけでしたね、うんうん、そうだね。それがその焼き鳥屋の話だな。そうですね。ね、